皆さんこんにちは。土地探しからの家づくり専門店はちやです。今回ご紹介するのは敷地面積102坪、延べ床面積32坪、半地下のシアタールーム完備の猫ちゃんと暮らすお家です。こちらのお家は過去にご入居前の動画もアップしています。ルームツアーの内容はほぼ同じですが、気になる方はそちらもご参考ください。まずは外観から見ていきます。外観は濃いブルーと白色の漆喰塗り壁に、板張りがアクセントとなった3色で構成されています。ブルーはお施主様チョイスカラーです。玄関ポーチはモルタル金ごて仕上げ、ハチヤでは標準でお選びいただける仕様です。玄関扉はリクシルジエスタ2、カラーはアンティークオーク、お施主様希望で親子扉をチョイスしています。こちらのお家には吐き出し窓がないので、通常より開口が大きく取れる親子扉は大きな荷物を運び入れるときに便利です。間に壁を設けて、お客様用の玄関と家族用の玄関を分けています。玄関に写真を飾りたいというご希望から、ニッチを取り付けて飾ったものをライトアップできる照明も取り付けてあります。家族用玄関には大容量のシューズボックスを設置しました。靴だけでなくコートラックも内蔵、奥にかけたものも取り出しやすいです。姿見付きなので、出かける前の身だしなみチェックもバッチリできます。かまち下にはおしゃれな間接照明も取り付けられています。シックで落ち着いた雰囲気のリビング空間、リビングから見える扉は全てグレーで統一しています。玄関側の扉には猫ちゃんが出ていかないように鍵付きの扉をチョイスしました。天井は3200とかなり高め、大きな窓もなく配置も高めなので、外からの視線が全く気にならないプライベート感のある空間に仕上げています。壁面にはくぼみを作り、エアコン用のスペースも確保。玄関側の壁には DIY でキャットタワーを作れるよう下地が入っています。最近材料の木材を購入されたそうです。テレビボードは置かずにすっきり。壁の中を通した配線は隣のリビング収納につながっています。中には生活雑貨や Wi-Fi のルーター、 DVD プレイヤーを収納。プレイヤーのリモコンセンサーが正常に働くよう、収納とリビングの間の壁には穴を開ける工夫も施されています。階段側の壁はソリドという素材を使用したデザインウォール。室内扉のグレーと色味を合わせておしゃれにまとめています。リビング横には室内干し用のサンルーム。ご家族に花粉症やアレルギーがあって外干しが難しい方には嬉しい空間です。日の光を取り込む横長の窓は高い配置なので、外からは洗濯物が全く見えないようになっています。洗面スペースは扉で仕切らないタイプ、モルタル風の造作洗面台です。洗面台下は猫トイレ用のスペースとして確保しました。鏡枠と右側の収納も造作で、鏡の上下には間接照明が取り付けられているので、おしゃれに空間を照らしてくれます。トイレはイナックスのベーシアシャワートイレ。トイレを出る前に手を洗いたいというお施主様のご希望で、
コーナーに収納も兼ねた手洗いとミラーを取り付けました。手を触れなくても水が出せる自動水栓なので清潔に保てます。2畳の脱衣室はシンプルでコンパクト。洗面スペースも室内干し用のサンルームも別で設けてあるので、2畳でもちょうどいい広さだと思います。洗濯機スペース横にはタオルや洗剤が置ける可動棚を取り付けました。床はリビングや廊下部分の木材と似ているクッションフロアをチョイス。見切りをなくして外空間と統一させています。お風呂はタカラスタンダードのリラクシア。ブリックダークのアクセントパネルとチャコールグレーのカウンターで落ち着いた雰囲気に仕上げました。リビングから階段を下ると半地下の空間にキャンプ用品などもしまえる大容量のリビング収納があります。そしてその奥の小さな扉を開けると本格的なプライベートシアタールーム。ドルビーアトモスの設備が取り付けられているので音質も画質も最高です。お部屋が光を反射しないよう壁や扉、はばきをすべて黒色で統一。半地下なので防音設備を入れなくて良いのもポイントです。窓がないので空調と換気扇もしっかり設けてあります。少しだけ映画を見せていただいたんですが、映画館のような重低音や映像の綺麗さに感動しっぱなしでした。映画だけでなく大迫力な映像と音質でゲームをしたり漫画を読んだりリラックスできる秘密基地的な使い方もできちゃいます。ダイニングスペースに上がる階段はアイアンを使用してフロート階段に。2階部分に上がる階段は手すりのみアイアンを使用してコストを抑えました。ダイニングスペースをリビングと切り離したことで散らかりにくくなり、ごちゃつきがちなダイニングテーブルもすっきり。北側の配置ですが2つの真四角な窓からたくさん光が入ります。午前中は東からの朝日が入り、日中は眩しくない光が入るので快適に過ごせます。12階なので道路からの視線がカットできるのもポイントです。キッチンはタカラスタンダードのオフェリア。作業できる空間は奥行き60センチと通常より広めでゆったり。カップボードはオリジナルの造作家具です。上部には間接照明を取り付けて明るい空間を演出しています。階段途中には最高の取れる縦長のスタイリッシュな窓を配置。窓横には段差から登れるキャットウォークを造作しました。このキャットウォークを上がって猫ちゃん用の開口を抜けた先はグリーンの扉がアクセントになった2階トイレです。2階トイレは1階と同じシリーズの手洗い付きタイプ。猫ちゃんのトイレも設置して人と猫兼用のトイレスペースになっています。さらに階段を上がった右側には 10.5 畳の子供部屋。扉は2つ取り付けて、家族が増えた時に間仕切り壁をつければ2部屋に分割して使用できるようになっています。テレビ端子をつけ、有線LANも引いてあるのでお子様が大きくなって
PC やゲームを使いたい時も便利です。今は猫ちゃんの遊び場になっているみたいです。子供部屋の隣には 2.5 畳の集中クローゼットを設けました。子供部屋にクローゼットがない分、ここで収納を確保しています。洗濯物を取り込んだ後、奥様が子供部屋に入らずに収納できるのも便利ポイントです。最後はブルーの扉の主寝室。階段側の壁には猫ちゃん用の通り道を設けてあります。夜はおせち様のベッドに入れてーと寄ってくるそうです。このお部屋も高い窓配置で近隣の視線が気になりません。天井はグレーカラーをチョイスして落ち着く雰囲気に。テレビが置けるようにカウンターを造作で設けました。上部のくぼみにはスクリーンが取り付けられるようになっていて、寝室を第二のシアタールームにすることも可能です。そのくぼみに間接照明を取り付け、ムーディーな雰囲気も演出できるようになっています。主寝室奥には大きな収納も確保。洋服類はもちろん、季節布団もしまえる中段を取り付けました。バルコニーも隣接しているので、お布団をすぐ干せる便利な動線になっています。寝室からトイレの間に階段があるので、暗い夜中でも安全に上り下りができるよう、廊下にはフットライトを取り付けました。はい、これでこちらのお家のご案内は以上になります。今回ご案内したお家は、延べ床32坪の半地下のシアタールーム完備、猫ちゃんと暮らすお家でした。最後まで見てくださった方、ありがとうございます。高評価とチャンネル登録もぜひお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。